なあ、次部活やで。今日中川先生来るかな。そうやな。まあ今日も頑張ろう。うん。また先輩が何かやる。また始まった。マジでなんなん。無視してアップしよう。おい、2年生、あの走らんかいや。遅いじゃん、お前ら。俺は遅くて、ほんまなんだ。ほんまに。もうなんなんや。こっち来いよ。はい。また1年生だけや。ほんまによ。ほんまに。あの、ゆいばくんって、頭を手荒くに突っ込まれて見かけられたんやろ。そうそう。ひろきくんもこうやって引っ張られたんやろ。ここまでやらんでもええないな。なあ、中川先生に言いに行こう。言いに行くの？先生怖いから嫌やな。でも先生聞いてくれるかもしれへんやんか。そうやな、何も言わんかったら変わらんで。そうやけど、みんなおるから大丈夫やって。うん、頑張ろう。先生、聞いてほしいことがあるんです。なんや、やめるんか。先生はどうして私たちに対しての言い方が他の学年と違うんですか。私たちちゃんとしてるじゃないですか。なんやお前ら、文句言わんと早く帰れ。嫌です、帰りません。先生は私たちにどうしろって言ってるんですか。教えてくれないと分かりません。説明してください。お前ら誰にそんな口聞いとんのじゃ。先生に分かってもらいたいだけなんです。私たちは自分たちなりに頑張ってるんです。でも頑張っても努力は報われないし、ちょっとでもよく思われるようにって努力してたんです。私たちどうしたらいいんですか、教えてください。お前らそんな風に思うとったんか。それはすまん。気持ちはよくわかった。これからもよろしく頼む。中川先生、分かってくれたかな。大丈夫やって。2年生、背筋伸ばせ。はい。ほらな。はい、よっしゃー。